ゲーム雑誌会社で働いていました。当時はゲームと毎日向かい合っていたので、振り返るのをやめていましたが、会社自体が潰れてしばらく経ち、どこの会社かバレても支障がなくなったので、その時のことを書いてみようと思います。仕事内容とは別に、会社内でもいろいろな怖い話があるんですが、ソフトに関係した話を。ゲーム雑誌には、いわゆる裏技コーナーというページがあります。当時私の会社では、定期的に裏技集を集めた本を発行していました。そこには最新のソフトばかりでなく、昔の、それこそファミコンやメガドラ、あるいはもっとマイナーな、滅亡機種の滅亡ソフトの技まで収録されていました。詳しい方なら出版社の見当がついたと思います。そこに収められている技についての読者からの質問は、新人編集が電話で答えることになっていました。収録されている限りはどんなソフトでも OK です。ある日、いつものように読者から電話がかかりました。ソフトはセガサターンの百物語について、収録されている101話の怪談がどうしても始まらないというのです。今となっては記憶が曖昧なのですが、確かあれは全100話分をすべて見ると見られるおまけみたいなものだったはずです。担当者はそういうような旨を電話口で伝えるのですが、相手は、でも見られない、初期出荷分だけなのではないか、と言います。こういう時やるのは、実際にこちらで確認してみることでした。こちらで確認しますので、改めてお電話いただけますか？時間がないので、明日までにお願いします。電話を切ったのが午後6時前後。電話の相手は翌日の16時に電話をするとのことでした。ソフトを探す時間、100話分プレイする時間、技の確認。これを本来の仕事と並行しながら行わなければなりません。幸か不幸か、この日は DC 市の考慮日。終わるまで誰も帰れないので、一晩中高校と電気がつき、編集部内も賑やかです。おまけに手が空いた人に手伝ってもらうこともできます。新人編集と制作部の女の子たちが交代でゲームをプレイすることになりました。話によっては監修の稲川氏が自ら出演して、音声で進めるものもあるため、プレイをする人はイヤホンをつけました。怖い人、興味のない人などは内容を読み飛ばしてただボタンを押してるだけですが、たまに興味を持って進める人もいました。自分のように。夜もだいぶ回り、4時くらいになった頃です。ぶっ通してゲームを進め、40話ほど進行しました。このあたりの時間から、自分の担当分が考慮し、そのまま机や仮眠室で力尽きる人が出てきます。そのためプレイ人数は減っていき、やがて自分一人でプレイしなくてはならなくなりました。イヤホンからは稲川氏の早口な喋りが聞こえてきます。正直、体力が落ちてきているこの時間くらいになると、何を言ってるのか聞き取ることができません。かなり疲れてきていたのか、無意識に目を閉じていたようです。不意に音声が途切れました。あ、終わったのかな、と僕は目を開けました。話が終わると消えていく100本のろうそくの画面が出るはずです。しかし、そこには違うものが映っていました。顔の下半分がぐにゃぐにゃに歪んだ老婆の顔のアップでした。元は何かの話のクライマックス用のビジュアルなのでしょうか。口
口を大きく開けた老婆がこちらを凝視していました。ディスクの読み込みエラーなのかもしれません。画面の下半分だけが痙攣したようにブルブルと震え、それに合わせて老婆の口もぐねぐねと歪みます。イヤホンからは稲川氏の声、じーっと見てるんですよ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 。そこの部分だけが繰り返し再生されます。妙にゆっくりと。ソフトのフリーズはしょっちゅうですが、こんなエラーの仕方は初めてです。やがてリピートしていた稲川氏の音声にブツブツと雑音が入り始めました。セガサターンはディスクを読み込もうとガリガリ言い出しています。未成部分の時間がもったいないとは思いましたが、僕は怖くなり電源を落とそうと手を伸ばしました。その瞬間、稲川氏の声がプツリと途切れ、ゲームに収録されている SE 過去効果音がめちゃくちゃに再生され始めたのです。クラクションの音、風の音、カラスの声、すすり泣き、雨音、そしてゲタゲタ笑う少女の声。老婆の画像のブレもどんどん大きくなり、顔全体が引きつったようにガクガクと歪んでいました。僕は電源スイッチを叩き切りました。切る瞬間、男の声で、遅えよ、と聞こえたのを覚えています。そんなデータはなかったはずですが、僕は逃げるように席を立ち、近くでぐったりしていた同僚を叩き起こして、無理やりコントローラーを押し付けました。彼は急に起こされて、わけがわからないという表情でしたが、怖いから続きをやってくれという僕の頼みに、ニヤニヤしながら変わってくれました。明らかに小馬鹿にしている様子でしたが、仕方ありません。しかし数分もしないうちに、彼は不機嫌そうに戻ってきました。データ飛んでるぞ。スイッチが切られ、モニタには何も映っていません。しかし、かすかに映り込みがあったようで、線刻の老婆の輪郭がぼんやり残っていました。本体の蓋を開けた状態で電源を入れます。これでセーブデータの確認ができます。本体メモリにセーブデータを保存していました。しかし、データが壊れていました。正常なら、ソフト名の欄に半角カタカナで、百物語と明記されているはずなのですが、そこには、ギギ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 ギと羅列してあったのです。僕はすぐにそれを消去しました。どうするんだと尋ねる同僚に、僕はバックアップ用の外付けメモリロムを渡しました。10話ほど遡るけど、ここにもデータが入ってるから、これで100話クリアしてほしいと頼みました。当然嫌がられましたが、何でもするからと懇願し、しぶしぶ承諾してもらいました。このせいで、後で別の意味での恐怖体験を味わうことになったのですが、オカルトではないので省略します。結果的には、例の裏技は普通に始まり、電話の相手の取り残しか、データの読み込みミスだろうということで決着しました。その一件についてはこれで以上です。このソフトも何かいろいろな逸話があったようなのですが、残念なことに詳しいことは知りません。録音トラブルが絶えなかったらしいというのは聞きました。ゲーム開発会社や出版社というのは何かが起こりやすいところなのだそうです。ソフトが直接なのはこれだけでしたが、不可解な話はいろいろありました。昼夜の感覚が曖昧だったり、いつも人がいたり、機械が多かったり、
疲れてる人が多かったり、そういった要因がおかしなものを呼び寄せてしまうのかもしれませんね。テレビ制作で霊視能力を使って蒸発した父親を探せという番組を作ることになった。ところが有名霊能力者はお金が結構かかるので、その筋では有名なおばちゃんに依頼。早速スタッフはマイクロバスで長野の残された母親、息子、娘の自宅まで行き、インタビューと残された服などから霊視をしてもらうこととなった。家族の悲しそうな顔、そして訴え、テレビ的にはいい絵が撮れている。プロデューサーは、いいぞいいぞ、次はおばちゃんの登場だ。マイクロバスではよく喋る普通のおばちゃんだが、なぜか残された服を見て、家族をじっと見て、無言無言無言。ふぅ、疲れた、ロケバスに戻るか。スタッフ一同、なんで。プロデューサーが、なんでこうなるんだ、予算をケチるんじゃなくてちゃんとしたテレビ慣れした霊能力者にすればよかったとぼやいていたところ、そのおばちゃんがプロデューサーに一言、家族みんなに殺されちゃったね。スタッフはてな。おばちゃん、わしゃ殺人者の前ではこんなこと言えんよ。あの裏山で土管に埋められておる。どうも家族全員で父親をめった刺しにしているシーンが浮かんだそうです。ちなみにこれは実話みたいなのです。警察も蒸発ではなく前々から家族を疑っており、このことは言わないようにということでオンエアされませんでした。テレビでこのような企画をやる場合、本物だったらお蔵入りすることがほとんどなので、やらせ以外はまずオンエアされないようです。俺の実体験で忘れようにも忘れられない話があります。今から4年前の夏、友人の N と2人で車で Y 県にキャンプに行った。男2人だし、どうせやるなら本格的なキャンプにしようということで、少し山奥にある河原にテントを張った。清流で魚も多く取れそうなので2人で釣りをしていると、同じく釣りに来た現地人のおじさんと仲良くなり、いろいろな話をした。しばらくするとおじさんは、そこより少し離れたところにある廃墟らしき建物を指さし、あそこはちょっと前まで観光客向けのホテルだったんだけどな、客がさっぱりで潰れちまって今は荒れ放題だよ。でもベッドなんかが置きっぱなしになってるから、このシーズンになるとよく若いカップルがエッチなことをやりに来るんだよ。車でちょっと上に上がったところにはオートキャンプ場があるからな。日が暮れる頃、そのおじさんは帰っていった。俺たちも火を起こして、釣った魚と町で買い込んできた焼肉という食事をし、その後片付けを済ませて、しばらくビールを飲みながら取り留めもない話をしていた。24時半を少し回った頃になって、 N がある提案をした。なあ、昼間のおっさんの言ってたホテル跡の廃墟、ちょっと行ってみねえか。俺は一瞬、男二人でそんなとこ行ってどうするんだと思ったが、N の言おうとしてることがすぐ分かった。おじさんが言ってた、このシーズンによく
エッチなことをしに来る若いカップルがということである。冷静に考えるとこんなことでわざわざ行こうなんて考えはしないものだが、この時は多少の酒も入っていたこともあってスケベ心が働き、よし行こう行こう、運が良ければ覗けるかもってことになり、車を走らせホテル跡の廃墟に向かった。建物から少し離れた場所に車を止めて徒歩でゆっくりと近づいていく。近くに行くにつれ建物の外観が見えてきた。3階建ての割と小さな建物で、建物とその周辺は星の明かりのみが頼りの暗闇で、うるさい虫の鳴き声のみが聞こえてくる。なんだか俺と N はすっかり興ざめてしまい、なんか俺たちアホみたいだな、なんてことを話していたとき、遠くからスカートを履いた女の人が現れ、建物の外側に取り付けられた非常階段らしき階段を歩いて登るというよりも、エスカレーターにでも乗ってるかのようにスーッと登っていき、扉の外れた入り口から内部に姿を消した。俺たちは少し離れたところで見ていたのだが、 N は興奮した声で、おいマジで見れんじゃねえの、そっと行ってみようぜ、なんてことを言うのだが、俺はその女の人のただならぬ気配にすっかり怖くなってしまい、もう帰ろうなんて弱音を吐いた。しかし N は聞かず、結局俺はその非常階段の下まで行く。 N は階段を上がって様子を見に行って、何か面白いものが見れそうだったら階段下で待機している俺に合図して、俺もその後を追うということになった。階段下まで来ると俺は完全にビビってしまい、 N が足音を忍ばせ階段を登っていく後ろ姿を眺めていた。階段を登りきって入り口から様子をうかがう N。 N はこちらに顔を向けると声を落として、おい、なんか黄色い白衣みたいなものを着たやつが向こうの部屋に見えるぞ、なんだろう、と言うと建物内部に足を踏み入れた。と、ここまでで俺の記憶はぶっつりと途切れている。気がつくとなぜか一人で河原のテントの中で寝ていた。どういうことになったのかわけがわからなかった。外に出てみると車もちゃんと戻ってきている。 N の姿だけが見当たらない。落ち着いてちょっと前までのことを整理して考えてみたが、どうしても N が建物に足を踏み入れた以降のことが思い出せない。というより何もなかったかのようにきれいに記憶が消えている。酒は入っていたが記憶が飛ぶほど飲んではいない。第一、そこまでの記憶は鮮明に残っているのだ。時計を見ると1時20分。 N はどこに行っているのかもわからず、怖くて眠れないままテントの中で朝まで震えていた。テントの中には N の荷物がそのまま残っている。俺は恐ろしかったが明るい昼間ならと思い、勇気を振り絞って昨日のホテル跡に行った。しかし荒れた状態の建物内部とその周辺のどこにも N の姿はなかった。俺はどうしていいかわからずに仕方なく一人で東京に戻った。友人や N の実家にも連絡したが、どこにも N はおらず、ついには Y 県の警察にも連絡した。俺も警察にかなりの質問をされたが、どう答えようもなかった。多分警察は俺が N を殺害したのではないかという線も考えただろうが、証拠らしいものも何もつかめなかったのだろう。結局 N は自分から蒸発したとして、うやむやに片付けられてしまったような感じで終わってしまった。あれから4年、
現在も N は行方不明のままである。これを読んでいる皆さんは大して怖くもないかもしれないでしょうが、体験した俺は思い出しただけでも泣きそうなくらい恐ろしい事件です。一体何が起こったのでしょうか。これはあるスタジオミュージシャンがラジオで話していたものですので、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、家族ぐるみで付き合っていた占い師がいました。占い師というより近所のおばちゃんとして付き合っていましたが、時々今度大きな仕事が入るわよ、私が力を入れてあげとくからねと言われた2、3日後、CM の仕事が入るなんてことが何度かあり、さすがと思ってました。 CM の仕事が増えだし、収入も上がったので近くのマンションを買いました。過去中古ですが、それが始まりのきっかけでした。まず子供の体中に湿疹ができ始め、私も妻もおかしな夢をよく見るようになり、全然眠れなくなりました。占い師のおばちゃんも心配し始め、子供の見舞いがてら見に来てくれました。その時急に、子供をこの部屋に寝かせてはいけないと言うなり、子供を抱きかかえ居間の方へ連れて行きました。そしてまたその部屋に戻り、こっちの方から怪しい気を感じる、ここねと言ってエアコンの裏を探るなり、前の住人かしら、変なことをしていったわね、そうつぶやきながら私にあるものを見せました。それは割り箸のかけらみたいなものを髪の毛でぐるぐる巻きにした不思議なものでした。強い呪いがかけられてるよ。どうするの？一番いいのは引っ越すことかもね。その時、子供がひどい目に遭ってるのと、このまま引っ越すのは逃げていくみたいで嫌だったので、おばちゃんに尋ねました。この呪い払えませんか？少し高いわよ。それでよければ。まあ、このおばちゃんに任せなさい。そして次の日、おばちゃんはどこから持ってきたのか、たくさんのお札を部屋中に貼り、ちっちゃな香炉みたいなものの上でごまを炊いて、いくつかの呪文を唱え、これでいいはずだけど、まあしばらく様子を見ましょう、そう言っていました。次の日から子供の湿疹は治り始め、おかしな夢を見なくなりました。これで全て終わったと、そう思いました。おばちゃんに電話でそのことを話すと、ずいぶんもらったから心配してたのよ。うまくいかなかったら怒られると思って。などと喜んでいました。しかし次の日から、またおかしなことが始まりました。朝、玄関の前に泥を血でこねたようなもので作った丸いものが置いてありました。そのことをおばちゃんに話すと、血相を変えてやってきた。とんでもないことになったわね。これからどうするの？戦いますよ。妻や子供を守らなきゃ。手伝ってくれますよね？任せときなさい。できる限りのことはしてあげるから。それから血の泥団子が置かれると、おばちゃんがお祓いをするといういたちこっこが数回続きました。おばちゃんへの礼金も私の年収に近い額になり、生も根もつきかけ始め、どうしようかと思った頃、おばちゃんが一つの方法を提案してきました。引っ越したふりをして相手を安心させ、しばらく時間を作り、その隙に対抗策を考えるというものでした。うまくいけば完全に引っ越したものと思ってくれて、
すべて終わるのでは。そう考え、妻と子供は妻の実家へ。私は仕事もあるので、スタジオかビジネスホテル、あるいは友人宅などを泊まり歩いていました。しかし、いつまでもそうしてもいられないので、10日ほど経った頃、一旦様子を見るのと、これからの生活に必要なものもあるので、家に戻りました。妻も子供を実家に残し、これからのことを話し合うために二人で泊まりました。次の日、玄関の扉を開けるとそこには、昨晩まではなかった血の泥団子が置かれていました。この方法でもダメなのか、と落胆していると妻が、私、見たのよ。泥団子置いてる人。誰なんだ、そいつは。あのおばちゃんが、朝早く、玄関の前に置いていたの。学生時代に、恐れ山に行った時の話をしよう。忘れもしない大学2年の夏、暇を持て余したサークル仲間6人でどっか肝試しに行こうかということになりました。それまでにも夜の火葬場で花火をしたり、幽霊が出ると評判の廃墟で酒盛りをしたりしていた我々。先輩に、おい、ケー、かっこ私。青森で一番怖いとこつったらどこよ、と聞かれ、とっさに、恐れ山じゃないっすかね、と答えてしまいました。よし、んじゃあ今から行くかってことで、先輩のワゴンに6人乗り込み、青森県広前市から恐れ山へ。その時すでに、21時半過ぎだったと記憶しています。広前市から恐れ山まではまあ3時間もあれば着くだろうと。青森市を抜け、恐れ山のある下北へ向かう国道279号を走る頃には、もう対向車もなくなっていました。そういえばこの道もよく車の上に、ボロボロの着物を着た老婆が乗っているのが目撃されているとのこと。取るに足らない都市伝説だとしても、この延々と続く暗闇の一本道の途中では思い出したくない話です。ちょっと重くなった空気の中、先輩が怖い話を始めました。先輩の友人が金縛りに遭い、散々霊に苦しめられたとか、そういうありがちな話。ただその話の中の友人が毎晩金縛りに会うのだけれど、決まって金縛りが始まる時刻が午前2時14分だったというのが妙に頭に残りました。むつ市を抜け、恐れ山と書かれた道路案内を頼りに進むと、いつの間にか辺りはすっかり山道です。一本の街灯もなく、山道特有のつづら折れの道になりました。と、急カーブに差し掛かったとき、車のライトが何かを照らし出しました。何体も並んだ地蔵です。その後もカーブを曲がるたびに地蔵が立っていました。なかなか怖い雰囲気になってきました。恐れ山に到着したのが、午前1時頃だったと思います。車を止め、でかい門の前に来たものの、門は固く閉じられていました。とりあえず門の前で記念撮影。さて、せっかくここまで来たのに入れないのは悔しい、と全員で中に入れないかどうかあたりをうろうろしていると、門から少し離れたところに、簡単に通り抜けられそうな木の柵が。実を言うと、その時点で私自身は恐れ山の不気味な雰囲気に飲まれ、
一刻も早く帰りたい気分だったのですが、先輩たちはみんな中に入ってしまいました。こんなところで一人待つのはもっと嫌なので、やけくそで先輩たちの後を追いました。少し歩くと、でかいお寺のようなものがありました。真っ暗なので、頼りは先輩の懐中電灯だけです。お寺の脇を抜けると、いきなり世界が一転。岩だらけのゴツゴツした、なんとも気味の悪い場所に出ました。よく見ると、足元には小さな石を積んだものがいくつもいくつもありました。確か、幼くして死んでしまった子供のために、親が積んだものだとか。さらに気味が悪いのは、無数にある風車。恐山は火山であるため、風車は火山特有の硫黄臭く、生暖かい風に吹かれて回っています。暗闇でカラカラと回り続ける無数の風車。それを見ただけで私は本当に引き返したくなりましたが、先輩 M は何を思ったか足元にあった風車をあろうことが抜いてしまったのです。先輩、やめた方がいいっすよ、という私に、記念にと思って、と歩き出す M。思えばそれが良くなかったのでしょうか。岩場を抜けると普通の道に出たような気がします。何分真っ暗なので頼りない懐中電灯の明かり以外本当に何も見えません。とにかく道なりに歩いていきました。私はマジで怖かったので隣を歩いていた S と雑談をして何とか気を紛らわせていました。が、いきなり先輩が、し、と言いました。立ち止まる六人。おーん、おーん、おーん、おーん。最初聞こえるか聞こえないかだった低い声は、不定期に近くで聞こえたり遠ざかったり、お経です。本当に怖いと声も上げることができないのだと、その時初めて知りました。誰かが何か言っただけで、絶対パニックになることは間違いありません。誰もが恐怖で動けず、実際は1、2分の出来事だったのでしょうが、我々を取り囲んでいたお経は次第に遠ざかり、いつしか止んでいました。静寂。先輩が戻ろうと言いました。帰り道は誰もが無言。車に乗り込んだ時、本当にみんなほっとしていました。先輩がエンジンをかけました。走り出した車の中、全員疲れ切った様子でした。さっきのことを誰も話そうとはしません。いきなり、本当にいきなりです。エンジンが止まりました。止まってしまった車。訳がわからず、みんな運転手の S を見ました。S も慌ててキーを回します。キュールル、キュールルル。エンジンはすぐかかりました。が、今度はいくらアクセルを踏んでも、車が前に進まないのです。リアタイヤが空回りする音だけが響きます。誰も何も言わない、言えない時間。ふと運転席の近くにあったデジタル時計が目に入りました。2時14分でした。表示が15に変わった瞬間、いきなり車は発進しました。その後、車は一度も止まることなく進み、むつ市の明かりが見えてきたとき、やっと先輩が、怖かった、とつぶやきました。翌日現像したみんなで門の前で撮った写真には、我々の前を通り過ぎる長い光の筋のようなものが写っていました。
以上が私の恐れ山での体験です。その後別に不幸事などはなく平和に暮らしていますが、もう遊び半分でああいうところに行くことはないでしょう。これは母から聞いた話です。親戚に体格の良いおじさんがいた。母からは義理の兄。特にスポーツをやっていたわけではないが、子供の頃から農作業を手伝っていたせいか、腕っぷしは強かった。そのおじさんが結婚したばかりの頃、夜の12時頃になると、わけのわからないことを口走ったり、自分で自分の首を絞めたり、いきなり高いところへ駆け上り飛び降りようとしたり、気候が目立つようになっていた。しかも不思議なことに、30分ほど経つとピタリと収まり、その間にやっていたことは全然覚えていなかった。そのようなことが1、2週間続き、周りで取り押さえる方が疲れ始めた。また、このまま放っておくと本当に自殺するのではないかと心配し、いろいろなところへ当たっていると、ある親戚の一人が、良いお祓い屋さんがいると、あるおばちゃんを連れてきた。おばちゃんは特にこれといって変わった感じは受けなかったが、おじさんを見るなり、あんた呪われてるよ、心当たりはないですか？と聞いてきた。おじさんには心当たりが一つだけあった。最近結婚した奥さんが以前はヤクザの女だった。相手は本当のヤクザではないし、丈夫というほどの付き合いでもなかったらしいが、それを相手のヤクザから強引に別れさせ、無論今の奥さんに頼まれて、それがきっかけのような形で結婚したのだ。呪いをかけられる相手として浮かんだのは、その男しかないと思ったので、そのおばさんにそう答えた。するとおばさんは、そんな男に大きな力はないと思うから、きっとお金で雇っているのね。まあ任せときなさい。今晩お払いしときますから。一週間ほどしてからまた来ますから、本当に払えていたら、その間何もないはずですから、お金はその時に準備しておいてくださいね。そう言って、一、二時間ほど不思議なお祈りをして帰っていった。その夜からピタリと気候はなくなり、家族みんなぐっすり眠れるようになった。やがて一週間が経ち、そのおばちゃんにお金を払い、お礼をした。母の話だと、普通の人の月給程度。母は好奇心が強いので、そのおばちゃんと世間話をしながらいろいろ聞いてみた。そして、一番気になっていたことを聞いた。相手の人が呪いをかけ返すということはないんですか？ええ、一週間も経っていれば大丈夫です。私のは呪いを払ったんじゃなく返したんですから。相手は私と同じような商売人。まあ、私もこんな商売していれば畳の上では死ねないと思ってますから。そう言っておばちゃんはにっこり笑った。母は、人の笑顔がこんなに怖かったのは初めてだった、と言っていた。就職して、田舎から出てきて、一人暮らし始めたばかりの時、会社の新人歓迎会で、深夜2時過ぎ頃帰宅中の話。その当時住んでたマンションは住宅地の中にあり、深夜だとかなり暗く、また人通りもほとんどなく、
私はビクビクしながら一人帰宅していた。やっと自分のマンションが見え、ほっとしたところ、向こう側から女の人が歩いてきました。その女の人が、なんというか、ふらふらという感じで、とても不自然な歩き方のように感じたのを覚えています。女の人だったので、気にも留めずマンションに入ろうとすると、その女性がマンションの入り口近くに路駐してあったワゴンにぶつかって、ドタッと倒れました。よく見るとその女性は、サングラスに白い杖を持っていました。私が慌てて駆け寄って、大丈夫ですか?と助け起こすと、その女性は全くもってはっきりしないくぐもった小さな声で、大丈夫ということをボソボソ言っていた。まだ20代の女性で、やっぱり目が不自由と思われ、こんな深夜に大変だろうと、どちらへ行かれるんですかと尋ねた。するとその女性は、この近くの友人のマンションを訪ねるつもりだったが迷ってしまった、みたいなことをまたボソボソと言った。さらに、今自分がどこにいるのかわからなくなってしまった。この近くなのでよかったら連れて行ってほしいと頼まれました。私は目の不自由な人を手助けするのは当たり前だと思い、いいですよと言いました。すると、じゃあ腕を組んで連れて行ってくださいと急に元気になったその女性と歩き出しました。私たちは腕を組んで歩き始めました。女性はどんなものが見えるのかとしきりに尋ね、では左へ、その次を右へと深夜の住宅地を腕を組まれ歩いていました。その途中、車が正面より通り過ぎていって、ライトが当たった瞬間、その女性が明らかに私の表情を伺っている様子で、こちらを見ているような目がサングラスの中に見えました。こうなると疑わしいのと、自分が置かれている状況に初めて恐怖がやってきました。ですが、本当に目の不自由な人だったら、という両親の呵責もあり、二人でたっぷり15分は歩きました。またその道中、その女性が話す内容は、今から尋ねるのは私と同じ障害者です。その子はまだ小学生で、両腕がなくなってしまいました。ずっと落ち込んでいるので、セーターを編んであげたのだが、腕の部分をどういう風にしたらいいか迷った、など、クリーチャーな話題満載で、私は人生で初めての恐怖に、もう泣きそうになって、必死で相槌を打ってました。さらに連れて行かれるところは、どんどん人気のない暗い方向です。いよいよ格闘のことまで考え、無口になっていると、急にその女性は、心当たりのはずです。マンションの名前を言ってくださいと言い、私が〇〇〇マンションですと言うと、ここでいいです。どうもありがとうとあっさり解放してくれました。私の勘違いだったか、しまったと恥ずかしく思いましたが、冷静になるにつれてやっぱり変だと思いました。目が見えていないのに、自分が道を間違ってるとなぜわかる、など。どうしても気になり、そのマンションが見える路地の角で入り口を隠れて見ていました。すると、ものの一分もしないうちに、さっきの女性が降りてきます。しかも階段をスタスタと軽やかに、やっぱりいたずらだったのか、と、文句を言いに出て行こうとしたとき、もう一人誰かが階段から降りてきました。その男性は20代後半くらいで、ものすごく太っていて、なんと
両腕がない人でした。その二人は誰かを待っているようにキョロキョロして何かボソボソ話しているようですが聞こえません。するとその女性が急に男性のトレーナーを引きちぎるように脱がせ始めました。両腕のない男性は抵抗しているようでしたがあっさり脱がされました。遠目にでもその人の腕のない肩の断面やあまりの突然の光景に私は涙をボロボロこぼしながらでも必死で声を出さずに見ていました。逃げ出したかったのですが足がすくんでいるのと見つかって追いかけられたらという恐怖で動けません。男の人は上半身裸で地面を転がりながら何か叫んでいます。すると女性はバッグから魔法瓶のようなものを取り出し男性に何か液体をジャボジャボかけ始めました。湯気が見えたので相当ホットなのがわかりました。もうすごい絶叫なのですが近所からは誰も出てきません。私はもう恐怖に耐えられなくなり走って逃げ出しました。幸い追って来られてはなく夢中で自分のマンションに逃げ込み一晩中半泣きで過ごしました。あれは何だったのでしょうか。異常に長文ですみません。誰か同じような人に出会った人いますか。もう6年前の話です。後日談です。もうそのことがあってから2年くらい経過して私もすっかり恐怖を忘れた頃あるデパートでエスカレーターに乗っていました。最上階に向かっている途中の階のフロアになぜだか目に飛び込んでくる人物がありました。歩きながら本当に一瞬その人影を見るとあの女性です。全く同じ服装でサングラス、間違いなかったです。白い杖は持っていなかったのですが、今度は女性の片腕がありませんでした。そう見えました。女性は私の方に気づいている様子もなく、自分の足元を見ていました。その先にはベビーカーがあり、その中の赤ちゃんに、もう一つの腕で何かをしようとしている。そばのお母さんは商品棚の方を向いていて全く気づいていない。その光景が写真のように目に焼き付いていて意識するより前に体がエスカレーターを駆け上がっていました。エレベーターで降りダッシュで自宅へ帰りまたもや半泣きでした。もうあのような人とはどんな形でも関わりたくなく、赤ちゃんのことが心配でしたが、誰にも話しませんでした。いつかまたどこかで会いそうな気がして鬱です。聞いていただいてありがとうございます。ある寺に一人の盲目の軽住職がいた。これはその軽住職が数人の若い住職を連れて恐れ山に行った時のこと。知ってる人もいると思うけど、恐れ山にはところどころに死んだ人の冥福を祈るためにそれぞれの思いが込められたたくさんの小石が山のように積まれている。盲目の住職は若い住職たちに向けて言った。ここに積まれている小石は絶対に持って帰ったりしてはいけない。それを聞いたある一人の若い T 住職は、なんだ？どうってことない普通の石じゃないか。これが何だって言うんだ？と思い、石を一つ掴み取って懐に入れてしまった。帰りの車の中でのこと。しばらく走っていると、
盲目の軽住職が突然ものすごい顔つきになり、なんてことだ、一体なぜ、と叫んだ。驚いた住職たちが、どうしたんですか、と聞くと、その住職は、女がものすごい形相でこの車を追ってきている。え、どういうことですか。みんなで後ろを振り返ってみたが、何もいない。しかし、軽住職の顔はどんどん険しくなっていく。この中の誰かを追ってきている。お前たち、一体何をしたんだ。若い T 住職は、はっと気がついて、自分の懐から石を取り出した。まさか、これが？そして、何気なくその石を裏返してみた。するとそこには、はっきりと女性の名前が書かれていたのだ。ひぃ。完全に取り乱したその住職は、思わずその石を窓の外に投げ捨ててしまった。ああ、追いつかれる。軽住職が叫んだ瞬間、石はアスファルトに叩きつけられ、真っ二つに割れてしまった。助かった。そう思って T 住職は胸をなで下ろした。しかし次の瞬間、K 住職が青ざめながら言った。女が血だらけになりながら必死に車を追ってきた。そんな。焦った T 住職は、すべてをその住職に話した。すると、ちゃんと元の場所に返しに行けば、なんとかなったものを、なぜこうなる前に話してくれなかったんだ。残念だが、石を割ってしまった今はもう。その後、その若い住職は高熱にうなされ、あっけなく亡くなってしまった。